アメリカでは日本の実写映画としては史上最大級の112巻での公開が決定しています。本郷奏太さんは三浦さんと一緒に行ってきた1番線ドアが閉まります。いたそうですが、勝てるわけがないんですよ。もうそう大雑の場とかでも自分はもう
方、高気圧のへりに当たる北海道と沖縄付近は、今日日中は雨が降りやすい見込みです。その現在の雨雲の様子です。沖縄本島付近に雨雲があります。また九州の西の海上にも弱い雨雲があって、九州も午前中は一時的に雨の降るところがあるでしょう。そして北海道は日本海側に雨雲があって、この雨雲の影響で北海道は天気が変わりやすく、一時的に雨が降りやすい見込みです。では今日の天気の移り変わりです。沖縄本島はお昼過ぎまでは雨が降りやすい見込みです。九州も午前中は一時的に雨の降るところがあるでしょう。また北海道も天気は変わりやすく、雨の降りやすい天気が今日は続く見込みです。その他のところおおむね晴れますが、西部山岳地帯山の方では雨の降るところもありますのでご注意ください。今日各地の予報です。で今日の日中も晴れるところが多い見込みです。沖縄本島付近や北海道は雨の降るところがある見込みです。今日の予想最高気温です。北日本は20度から25度、関東から西は28度前後のところが多く、日中は汗ばむ陽気になるでしょう。向こう1週間の天気です。札幌から東京です。連休の期間中は晴れの天気が続く見込みです。金曜日以降は雲が広がる見込みです。名古屋から那覇です。明け方まで雨が残りますが、日中は晴れて火曜日、水曜日晴れるところが多い見込みです。さあ今日連休のちょうど真ん中という方もいらっしゃると思いますが、穏やかな天気になりそうですね。そうですね、晴れるところが多い見込みです、で現在の雲の様子ですけども、ちょっと西の方から雲が広がってきました、この雲はですね、比較的には高いところにあるところで、雨を降らせるような雲ではありません、このまま曇り空が続くということはなさそうで、曇り空が続いたらお目玉クラウディーということになりそうですけども、だんだんとこの雲が少なくなって今日の天気の移り変わりです。Her song is called The Way I Am.現在の気温、雲が多くなって、